アストリアス公紋章モ,モントブランク公としての紋章セルベラ博及びバラゲー領主としての紋章アストリアス公、アストリアス女皇はスペイン国王の推定相続人に与えられる称号。王大使に相当するが、ある時点で王家に該当する人物がいない場合、スペイン国外にいる権利者がこの称号を帯びることもある。推定相続人以外の王子、王女にはインファンテ、 インファンタの称号が与えられる。フランシスコ・フランコが王政復興を前提に、フアーン・カルロスを後継者とした際には、アストリアス公ではなく、スペイン公の称号を用いた。現在は1978年憲法第57条第2項で、国王の推定相続人に与えられることが規定されており、フェリペ6世の長女レオノールがこの称号を有している。 王太子にこうしたプリンシペ系の称号を名乗らせる監修はイングランド王太子がウェールズ公を名乗るという監修を直接のモデルとして14世紀に始まったものである。カスティーリャ王ペドロ一世が初兄のエンリッケ二世に殺された後、カスティーリャ王位はトラスタマラケとペドロ一世の婿のランカスター公ジョンオブゴーンとの間で争われ20年に及ぶ内戦となった。 この紛争の妥協策として出てきたのが、両家の婚姻である。具体的には、後のエンリケ三世とその日で、ジョン・オブ・ゴーンとの娘カタリナがそれぞれ、アストゥリアス公、アストゥリアス公妃の称号を名乗り、アストゥリアス公領を得たのである。アストゥリアス公領がこうした特別な立場に置かれた背景には、イベリア半島がムスリムに支配されていた時代に、アストゥリアス王国が、 キリスト教徒の最後のが城となり、後に、レオン王国、カスティーリャ王国、スペイン王国へと発展していった、直接の母体ともなったという歴史的事実がある。なお、カスティーリャ王大使が、自動的にアストゥリアス皇領を得るという慣習は後に、カトリック領王の意向で廃止され、アブスブルゴ朝やボルボン朝のスペインでは、アストゥリアス皇はあくまでも、儀礼称号となっている。 1978年憲法第57条第2項は国王の推定相続人はアストリアス公の他にスペイン王位継承者に伝統的に結びついた称号を有すると規定している。具体的にはジローナ公、モントブランク公、ビアナ公、サルベラ博、バランー領主である。ジローナ公とモントブランク公はアラゴン王国、ビアナ公はナバラ王国の王位継承権。 1> 第1位の王族が保持した称号である。サルベラクとバラゲー領主はカタルーニャ貴族としての称号で、前者はバレンシア、後者はマヨルカにそれぞれ由来する。1981年よりアストゥリアス皇財団は様々な分野で目覚ましい成果を上げた人物にアストゥリアス大使賞を授与している。ありがとうございます。